民進党代表選がね、今、やっててですね、前原さんと枝野さん、どっちがなるかという、話で、ある情報によると、かなりの可能性で前原さんが、代表になるのではないかなと。議員票でも、優勢ということもあってね。でも地方票、鍵を握っているとは言われてるんですけども、それも前原さんに傾く可能性があるのかなと。僕は驚いたのは赤松グループね。枝野さん、赤松弘隆さんの赤松グループ、地方票の鍵を握ると言われてるんですけども、その赤松グループの一人の安倍智子さん、元社民党でしたっけがですね、前原さんの推薦に名前を連ねてるっていうね、何なのかなと、思ったりするんですけども、いろいろ、あと前原さんが代表になる可能性が、高いのかなと、当初のね、予想と比べてというのはあると思うんですけども、ただやっぱりね、前原さんが、代表になると、野党共闘にも、影響が出るでしょうし、他指摘されているのがですね、この加計学園の問題ね、安倍さんがすごく嫌がっているというか、支持率、急落の原因になった加計学園の問題がですね、追及されなくなるのではないかと、そういう指摘されている声があるっていうのもですね、これはちょっと、参考程度に、聞いてほしいかなと、思うんですけどね。これは有名な話、でもあるんですけども、前原さんの奥さんというのが、パソナグループの、代表の秘書の方だったんですかね。これは日刊現代とかにも、載ってるということで、そのパソナのね、といえばやっぱ竹中平蔵さんという方も出て、この竹中さんというのが特区、加計学園でもですね、特区の問題とか出てきてね、特区諮問会議の、民間議員として、竹中平蔵さんが、文科省の前次官の前川さんを批判したというのもこれ、最近、これあったんですかね。僕ちゃんと見てないんですけども、それがニュースにもなってると。前川前次官に、竹中平蔵さんが、反論しているということみたいでね。そういうことから、言うてもですね、本当その加計学園の問題っていうのが、安倍さんなんとか、潰したいと。でも前原さん、がもし代表になったらですね、やっぱパソナで、ちょっとお世話になってたんですかね。前原さんも、奥さんもということなんですけども、そういうことからいくと、本当に加計学園の特区のね、問題っていうのがですね、本当に追及できるのかなっていうね。だから、これはやっぱりいろんな意味でね、野党共闘に関しても、前原さんが代表になったら野党共闘見直しと。ということは、誰が得するのかって言ってやっぱり自民党なんですよね。安倍自民、が得をすると、いうことでね。で、それについて、なんていうんですかね、やっぱり、与党が、安倍政権、なくつなけしからんという人たちに対してもですね、民進党っていうのはちゃんと答えられないんじゃないのかなというね、疑問が出てくると、いろんな意味でね、なんていうんでしょうか、民進党自体が、本当にもう回答寸前まで行きそうなね、な感じにすると、どっちが代表になっても、枝野さんが代表になったとしても、前原さんたちが出ていく可能性も、なきにしもあらずということでね、だからどっちになっても不安なんですけども、やっぱりね、この加計学園の問題、今ね、図面が出てきたとか、いうのが、こう騒がれてますけども、まあ、そういう追及だって、その民進党の代表が前原さんになることによって、できなくなる可能性もあるんじゃないかという指摘の声があると。いや、確かに、いや、僕はそう聞いて、あ、なるほどと、思いましたね。だからいろんなことを、だから安倍さん、自民党にとって都合のいいことが、前原代表の誕生っていうのはですね、でも都合がいいと。前原さんはね、その、小池新党と連携とか言ってますけども、まあそれらでどこまで確約のある話かわからないわけでね、そういうこと考えるとね、いや全部その自民党が美味しい方向に、前原さんたちが動いてるような、気がせんでもないなと、いうね、加計学園の問題、予算委員会でね、追及、民進党の議員がしてますけども、その民進党議員にもね、なんか変な問題が出てきたりとかして、ひょっとしたら、新代表によってですね、その追及するメンバーが、入れ替えられるかもしれないと。いうことも考えられるかなと。そうすると、でもこれでいいのかなと。本当にその、なんていうんですかね、やっぱり、だから、どっちがその、安倍さん、安倍自民にとってですね、代表になるのが、好都合なのかといえば、やっぱり前原さんが代表になることによって、安倍さんとか自民党の都合が悪いことは全部、覆い隠せるてしまうと。それによって、民進党は、もっと悲惨な方向に行きそうなね、気がするんですけどね。確かにそういう可能性の方が高いなと。で、それによって安倍自民は命拾いするっていうね。いや、確かに、なんかもやっとした感じの話なんですけども。それはあり得るなと。そういう視点から見ると、確かに繋がってるとこもあるかなと。特区、竹中さん、この特区といえばね、外国人家政婦の問題とかもあって、そこにパソナが、参入したと。で、パソナは、前原さんたち、山尾しおりさんとかも、日韓現代に名前挙げられてたんですけども、それは回答はしてないみたいですけどね。前原さんが、たち、落選組がお世話になったということで、これは報道されていることでもあると。だから、なんちゅうんですかね、こう、追求されたくない、弱みを握られてるみたいな、そういう人たちが代表とか、その民進党の要職につくことは何を意味しているのかという観点から見ると、その野党共闘は、なぜか拒否、しようとして、見直ししようとしてるっていう動きもですね、なんか合点がいくなと。だから野党共闘を打ち切りにしようとしてるのかな、みたいなね。自民党が都合のいいようにと。そういう視点で考えると全部、そういうことかと。割とスッキリするなと思うんですけど、あくまでもこれは一つの見方でしかないわけなんですけども、いや、どう思いますかね、と。少なくとも、民進党の代表選の行方によってはですね、安倍自民が喜ぶ方向に、なるのではないのかなと。支持率を下げる原因がね、取り除けると。加計学園の追及がされなくなったらね。そういうね、そういう視点から、この民進党代表選の行方を見るっていうのも、一つの、見方かなと思ったりしましたね。